チュース。ピースオブケークの翔太です。佐さんです。朝ちゃんです。本日も最後までよろしくお願いします。お願いします。おっしゃ。先日、はい、あの超人気アニメワンピースから初のカードゲームが出まして、結構テレビとかでもやってるんですけど、うん、スターターデッキっていう、いつでもプレイできますよっていうのが出たんですよ、4種類。それをね、すっごい探してね、ゲットした商品がね、こちらです。本？コミックサイズなんですよ、これちょうど。まず1個目のデッキ、麦わらの一味。そして2つ目、大岡七部会のデッキ。お、そして次、はい、最悪の世代のデッキ、はい、そして最後、百獣海賊団のデッキ、うん、これカイドウですね。こちら、うん、4種類のスターターデッキがね、発売されたんですよ。ワンピースのこういうカードゲームって初らしいんですよね。25周年で出したらしいんですけど、うん、今日はこれを開封して早速プレイをしていこうではないかと思いまして。おい、ルールは？ルールですか、うん、まあこの後公式の方の YouTube でちょっとルール載ってるんで、僕らなりの解釈で分かりやすく説明をしようかなと思います。はい、まあ今日はね、はい、こちらをちょっとやっていこうかなと思います。はい、ということで、はい、本日は発売されたばっかのワンピースカードゲームを早速やっていきましょう。それでは最後までご覧ください。どうぞ。はい、まずは箱の中にはこういうね、プレイシートが入ってます。プレイシートの裏にこういういろいろ説明が書いてあります。はい、そして中に入ってるカード、まずはこちら、これリーダーカードって言います。うーん、が1枚入ってて、そしてこちらがね、キャラクターカード、いろんなね、キャラクターのこういうさまざまなカードが入ってます。こちら、こちらはイベントカードと言います。この周りの縁が、イベントカードはなんか茶色みたいな感じになってます。そして最後こちら、こちらね、ドンって書いてあるドンカードと言います。そして僕が開いた最悪の世代のデッキの中にはないんですけど、はい、サッサンが開けた麦わら一味のデッキの中にはこういうステージカードっていうのがありますね。はい、まあ百獣海賊団の中にもステージカードっていうカード入ってますね。やっぱこれデッキによって違うんですね、いろいろと。はい、はい、こんな感じですね、カードの種類としては5種類か、飛ばしたら。でまずターンがございまして、ターンの流れとしてはリフレッシュフェーズ、ドローフェーズ、ドンフェーズ、メインフェーズ、エンドフェーズでございます。まあ、バトルのやり方としては、まあ、最初はこうやってリーダー、デッキに必ず1枚いるんですけど、この位置のところにセットして、そしてドンはここですね、うん、残りを、残りはもう混ぜて使います。はい、まあちょっと軽く混ぜて、デッキはこのデッキのゾーンのところに置いておいてもらって、まあ、先行後攻決めてもらって、うん、じゃんけんとかで、うん、そしたらデッキから5枚引きます。手札、まあ、今回は戦わないのでちょっと見せちゃいますけど、こんな感じですね。でその後に、そう、手札が気に入らなかったら引き直しができる。例えばもうこんな状態になったらデッキに戻してシャッフルして、もう一回シャッフルし直して、でもう一回 1,2,3,4,5、 そしたらで自分のデッキの上から自分のリーダーのライフの数と同じ枚数分カードを裏向きのままライフエリアに置く。リーダーのライフの数というのはここですね、うん、ユータスキット5枚ですね。1,2,3,4,5、 5枚をライフゾーンかな、ライフゾーンで、先行のプレイヤーからターンを出します。ターンスタートですね。はい、リフレッシュフェーズは自分の場のカードについたドンカードすべてをコストエリアに戻す、自分の場のレストのカードをすべてアクティブにする。レストっていうのはこう横になったカードを全部
手元に戻す。で次にドローフェーズ、デッキの上からカードを1枚引く。ドロー、先行プレイヤーの1ターン目は引けませんって書いてある。で次にドンフェーズ、ドンデッキの上から2枚を表にし、コストエリアに置きます。このコストエリアに、あ、ドンデッキ全部裏なんだ、うん、はい、こういうことですね。じゃあすいません、ドンデッキ裏でした。こう2枚チャージできるってことですね、はい、ただし先行プレイヤーの1ターン目は1枚目を置きます。でメインフェーズ、以下の行動を好きな順番で何度でも行うことができます。1、カードのプレイ。カードのコスト分、自分のコストエリアにあるドンカードをレストすることで登場させることができます。イベントカードはプレイしたらトラッシュ、墓地ですね、トラッシュに置きます。はい、2つ目、ドンカードをつける。コストエリアにあるアクティブのドンカードを自分のリーダーやキャラにつけることができます。まあ例えばこのドンカードをこうやって、もう僕がこいつのパワー上げたいって言って、うん、ここにこうやってつけたら自分のターン中はプラス1000になる。はい、それでドンカードがついているカードが場を離れるとき、ついていたドンカードはコストエリアにレストで置かれます。レスト横だね。こうで、これはトラッシュ。3、カードの効果を使用する。自分の場にいるリーダーやキャラの効果を条件を満たすことによって使用することができます。でまあキャラクターカードには効果を持つカードも 何枚かあるんで。ありますね、はい、カードの効果はまあおいおい実際にプレイしてみて出てきた時に、はいはい、まあ、キャラクターカードにそれぞれの特殊効果みたいなのがあるっていうのだけ覚えておいてください、はい、で4、アタックをする。自分の場のアクティブのリーダーやキャラ1枚をレストにすることでアタックすることができます。ただしキャラは登場したターン中にアタックすることができません。また先行後攻の1ターン目はアタックすることができません。だから最初の1ターンはお互いに攻撃ができないってことですね、うん、はい。アタックステップ、自分の場のアクティブのリーダーやキャラ1枚をレストにしてアタックの対象を指定します。アタック時の効果などがあれば対象をして後に解決します。だ要はアタック時に何か効果があったらその時に発動して。ブロックステップ、アタックを受けているプレイヤーは自分のキャラが持つブロッカーの能力を発動することができます。カウンターステップ、アタックを受けているプレイヤーは手札からカウンターを持つカードを可能な限りプレイできます。で4、ダメージステップ、アタックをしているカードのパワーとアタックを受けているカードのパワーを比べます。アタックを受けているカードのパワー以上ならバトルに勝ち、右の結果になります。リーダーにアタックした場合、バトルに負けたリーダーに1ダメージを与える。キャラにアタックした場合、バトルに負けたキャラを KO しトラッシュに置く。アタックしたカードが負けた場合何も起こりません。で、自分のリーダーがダメージを受けた時、ライフから1枚手札に加えます。そのカードにトリガー効果があった場合、そのカードを公開しトリガー効果を発動させることができます。またリーダーがダメージを受けた時、ライフが1枚もなかった場合はそのプレイヤーはゲームに敗北します。了解です。はい、むずいね。以上です。なんかそうですね、説明難しいな、はい、これはプレイ動画を見てもらった方が一番わかりやすいと思う。まあでも実際にプレイするしかないでしょう。そうですね、なんとなくしかわかんないけど。まだ続く。はい、それでは早速やっていきたいと思います。はい、まあ、カードゲーム基本的にね1対1なんで、代表2人全くわからんから俺ら横で動物タワーバトルやっとる。練習してる。練習しておる、はい、じゃあ僕とアサちゃんのバトルにしますか。はい、で僕が使うデッキはさっきの最悪の世代。最悪の世代、はい。アサちゃんは？自分はオーカ七部、七部自分で、なんてオーカ七部会。了解です、はい、じゃあ先行後攻じゃんけんからです。はい、最初はグーじゃんけんぽい。じゃあ僕後攻で。あ、はい。じゃあ手札、はい、1、2、3、4、5。あ、僕このままでいいですよ。いや一回じゃあシャッフルするわ。え、あ、引き直しですか。引き直しします。出ました。何ですか何ですか。ロー4枚でも来たんですか。いや逆にロー4枚出てほしいわ。逆に、うん、はい、出せねえの。 OK、
1回しかできないよね。そう、1回しかできないから、はい、了解です。で、これでこの後お互いにデッキから5枚、5枚、3、4、5、はい、5です。じゃあまずセットかね、よ先行、あせちゃん、どうぞ、はい、リフレッシュフェーズはできないからドローフェーズ、はい、ただし先行プレイヤー1ターン目は引きません。はい、ドンフェーズからですね。ドンフェーズからですね。先行のプレイヤーただし1ドン、1ターン目は1ドンですね。でメインフェーズいきます。はい、ただ自分は、コスト的にも、ドンカード的にもキャラを出せないのでこのままターンエンド、はい、おお、じゃあ俺のターンいいですか。はい、まずはドローですね。はい、そしてドンフェーズ、1、2、メインフェーズいきます。はい、じゃあ僕はカポネベッチ、誰、召喚です。はい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 、コストを1払って、多分すぐにアタックできないんだよね。そしてターンエンドですかね。はい、俺のターン、ドロー、人生的やワンと。で、ドンデッキからカードゲームの醍醐味ですからね。ドンカードを2枚、はい、じゃあコスト2ドンを払って、2ドン、はい、はい、バーソロミュークマを出た召喚。そしてこのカード、登場時自分のデッキの上から3枚を見て好きな順に並び替え、デッキの上か下に置く。じゃあ上から3枚、1、2、3、こうだな。はい、じゃあデッキの一番上に置きます。はい、あー、そうやってね、チートですね。どういうこと。うん、はい、ドンフェーズも終わったんでメインフェーズに行きます。はい、はい、どうぞ。はい、もう 2ターン目だよね、これ。2ターン目です。はい、特にねえんだよな。よし、じゃあ、はい、クマをレストして攻撃します。はい、リーダーにですか。いや、だってブロッカーいるからブロッカーに攻撃します。はい、じゃあブロッカーにダーン、僕の負けなんで、はい、正しい。ターンエンドですか。ターンエンドで、じゃあ僕のターン、はい、まずはリフレッシュフェイズで起こして引きます。そしてドン、1、2、どうしよっかな。Dだってアタックできんの。できるよ。できるっすよね、うん、いや、ドンカード的にあのアタックしてもあれだったから俺アタックしなかった。いや、そういうことですね、うん、効果って。リーダー効果全く知らないんだけど、あーは、あー、あー、意味が分かった、うん、じゃあいいですか。はい、そしたら僕はコスト3を使ってキラーを召喚。こいつの登場時の効果、はい、相手のレストのコスト3以下のキャラクター1枚までを KO にする。これを KO です。ほう、トラッシュに。そしてメインフェーズですね。はい、メインフェーズでいいのかな。もうメインフェーズか。もうメインフェーズに。それでは、はい、アタック。え、3000やで。いや、できねえじゃん。そういうことね。これってレストしてるやつか、ブチョンでダメする、ね、レストはできない、もう使ったから。カウンターは、カウンターは攻撃されないと発動しない。はい、そしたらこの次、僕はこのレストを使って、レスト、レストじゃない、コスト使って、うん、イベントカードを発動します。はい、シャキーン。自分のリーダーかキャラ1枚までをこのバトル中パワー2000、その後自分のドン1枚までをアクティブにするってことで、こいつに2000プラスで、はい、そして5000、5000、はい、アタック5000だったらできるんじゃないかと。アタックを受けているカードのパワー以上ならだからできないのね、うん、以上でターンエンドの時にこれを1枚アクティブにするだけです。はい、ターンエンド無駄なことをしてしもうたすっごい無駄なことしてしもった。俺のターン、リフレッシュフェーズ、はい、リフレッシュフェーズ、元に戻ります。もうそろそろ言わなくていいじゃん、リフレッシュフェーズ。俺が分からん、ここ書いてあるっすか。俺のターン、ドロー。はい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 、できた2枚。はい、そしたらコスト4ドンを何レストして、はい、こいつを召喚します。パシフィスタ好きだね。パシフィスタやらクマやら、じゃあ、お菓子深いだもん。あ、そうそう、強いな、6000。ただね、召喚されたターンはこう、敵が
あ、そう、あ、そうか、そうか、そうですね、大変だ、できないんで、ね、クロコダイルにあのドンくっつけて、はい、6000にしてやってるキットに攻撃します。まあ、ブロッカーいないんでね、受けるしかないですね。はい、受けます。はい、パキン、トリガーだったら公開 OK、はい、で使える。トリガーじゃないです。はい、で、自分のターンはエンド。じゃあ僕のターン、はい、シャキンシャキンシャキン、ドローフィース、シャキン、そしてで、ドンを2枚溜まってきたよ。ドンが絵面が面白い。ドンが溜まってきたよ。じゃあコスト4使ってコビー召喚、おう、そう敷いてヒットにドンを追加して6000、これでクロコダイルを攻撃します。はい、カウンター発動、はい、プラス1000でございます。カウンターコスト払わないといけないんだよ。いや、あのカウンターはコストいらない。アタックを受けているプレイヤーはカウンターを持つカードを可能な限りプレイできます。うわー、そういうことな、うん、無駄に1枚使ってしまったよ、俺カウンター、あのコストを払って書いてあるんだ。 OK です。はい、じゃあ阻止されました。ターンエンドです。はい、でカウンターで使ったやつはトラッシュに行きます。じゃあドン戻しをして、はい、ドンから2枚引いてこれをターン、ブロー。じゃあ3ドン使って、はい、戦闘丸を、あ、そう、戦闘丸だ、はい、コスト3を払って戦闘丸を出します。はい、で、このカード効果カードがありまして、はい、ドン1枚を使ってメインフェーズに1回自分のデッキからコスト4以下のパシフィスタ1枚までを登場させデッキをシャッフルする。強っ、戦闘丸強っ、セコ。はい、ということで、はい、パシフィスタ1枚読んで、はい、デッキシャッフルします。さあ来い。ただ呼ばれたパシフィスタは召喚者ターンなんで攻撃はできませんですが、まあ、戦闘丸もあの攻撃できません。でもほら、呼んでないパシフィスタが先に出したのがいたんで、これが6000。じゃあパシフィスタで、キットを攻撃。まあここでカウンターが入ります。はい、シャキーン、プラス2000、お、7000ベストで7000なんでダメージを与えられません。はいはい、7000ね。残りのドンを、全部クロコダイルにくっつけて、なんぼっすか。8000です。なるほどね。はい、クロコダイルでキット攻撃、まあ受けよう。はい、受けましょう。これはこっちになりますね。はい、ターンエンド。で、自分のターンはターンエンドです。はい、リフレッシュ。こっちと奥なってきたら重ねますね。うん、スドロー、スドン追加。今俺何ドンあるんだ。1、2、3、4、5、6、7、8、8ドンあります。8ドン、はい、行きます。いいですか。はい、いいですよ。行きます。3コスト払ってビト召喚。はい、そして2を払ってイベントカード発動、これをキラーにつけます。自分のリーダーかキャラ1枚までこのバトル中パワープラス4000、その後自分のドン1枚までアクティブにする。ここにプラス4000、7000ですね。はい、でレストの1枚をコンセドンして、そして攻撃します。7000でパシフィスタ破壊。はい、そしてコビーにプラス2000で8000で、クロコダイル。はい、カウンター発動。マジまず1枚。そっかそっかそっか、何枚もいけるんだ。うん、で、6000ね。はい、で、もう1個、カウンター。あ、自分のリーダーかキャラ1枚までを、このバトル中、パワープラス4000。その後、自分の手札が3枚以下の場合、カードを1枚引く。強くね、そのデッキ。プラス4000です。っていうことは、1万。無理じゃ。1万で、はい、手札自分2枚なんでデッキから1枚カード引きます。以上です。はい、ターンエンドでございます。はい、はい、でバトル終わったんで元に戻ります。はい、はい、でレフト全部そうアクティブにしてなんで、ね、3、4、5、6、7、7ドン。はみ出てるっすよ、カメラから。あ、はみ出てたね。はい、で2ドン。はい、でドロー。じゃあ4ドン使って、はい、月光モリア召喚します。出ましたよ、月光モリア。はい、登場時
自分のトラッシュの月光モリア以外のコスト4以下の特徴王か七部会かスリラーバーグ海賊団を持つキャラカード1枚までを手札に加える。強えなモリア。じゃあちょっとデッキから探して手札に入れます。コストいくつって。トラッシュじゃねえの。あ、トラッシュか。ごめんごめんごめん。コスト4以下のっていうことはさ、パシフィスタ手札に加えます。さあ来い。パシフィスタってこれ何枚入ってんだろう。4枚でしょ。4枚かな、わかんない。でも多くても4枚でしょ。じゃあ戦闘丸の効果ドン1枚使ってデッキからパシフィスタ。こいつおかっぱマジ強え。せけえよあいつマジで。はい、パシフィスタ召喚します。苦手や。でデッキをシャッフルします。はい、あと何ドン。あと4ドン。じゃあ自分はバーソル、あーパシフィスタ、もともといるパシフィスタの方でキットを攻撃します。キットアタック。じゃあカウンター2枚使って8000。8000防ぎます。はい、はい、じゃあドン4枚を、月光モリアにくっつけて。月光モリアまだ攻撃できんくない。あ、できんか。召喚したんだって。危ない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 。じゃあクロコダイル、クロコダイルに4ドンしてキットに攻撃です。受けるしかないです。はいはい、ドーン。はい、以上ですか。以上です。ターンエンド8だから、残りライフ2だ。ワンドロー。あと3回アタックできれば勝ちってことだね。じゃあドーン1。お、最終ドーンまで使いました。10までマックスドン。マックスドンです。ゴリ押ししかなくね。先に攻撃をしていきたいんですけど。はい、どうぞ。10なんで、うん、じゃあコビーにプラス3000して9000にして攻撃、はい、パシフィスタ。どっちの。こいつ、こいつ、はい、レストしてるやつにしか攻撃できないんじゃないかと。いや、そんなことないでしょ。あ、そうなんですか、うん、そして5コストを使います。3ローを召喚。そしてお うわミスった。何どうした。やってもうたローの登場時のあれがあって、はい、登場時の効果、自分のレストコスト5以下の特徴、はい、超新星かハート海賊団を持つキャラ1枚までアクティブにする。はい、はい、海軍なんでできません。海軍でできません。そしたらもうキットに2000つけて、はい、これで戦闘まで、はい、壊します。ターンエンドです。はい、じゃあ自分のターンですね。全員がアクティブにして、絶対負けてる。すげえ。はい、で自分も10ドンになりました。はい、でマックスドロー。はい、じゃあ自分は4ドンを使ってパシフィスタを召喚します。すごいこのパシフィスタ出てくるな。パシフィスタ、オーカー七部会だもん。月光モリアにドン1追加して、はい、キットを攻撃します。しょうがないな。シャキンシャキン。キットにプラス3000。8000。はい、で、月光モリア、やばい、手札がない。8000。8000です。ゴリ押しだよ、マジで。はい、じゃあクマに、クマじゃねえや、パシフィスタに3ドンしてキット攻撃です。受けるしかねえやん、ここ。これ受けます。はい、ドン。はい、ターンエンドです。よし、さあこっからですよ。スタンド。じゃあ行きましょう。はい、もうここすぐ攻撃いきます。はい、3を使ってローに入れます。プラス3000、9000でクロコダイル。はい、いけます。はい、そして2でコビーに、うん、プラス2000して8000でクロコダイル。はい、じゃあカウンター3枚カウンター3枚で3000プラス8000ですか。8000です。はい、そして5で全部こいつにぶち込みます。1万でクロコダイル。はい、シールドでいきます。よし、ターンエンドじゃい、ゴリ押しじゃい。これが
はい、じゃあドン全部戻してドロー。じゃあ4ドンを使って、はい、まだ1メルゴリ押しすれば終わりやで。これイベントカード発動、まだ1メル砂嵐、コスト7以下のキャラ1枚まで相手の手札に戻す、ローを手札に戻します。はーい、じゃあバトルに移りたいと思います。はい、パシフィスタでキット攻撃、まあ3枚使いますよね。いくつプラス3000、8000、はい、終わったよ終わったよ。いや来た、ギリ残る。じゃあクマにパシフィスタな、あパシフィスタに3ドン足して9000、はい、ヒット攻撃、まあ受けるしかないですよね。受けます。カー鳥がいない。8000でしょ。8000です。8000か、エンドだな、うん、じゃあ何2ドン使って、はい、クマを出します。はい、はい、登場時自分のデッキの上から3枚見て好きな順に並び替えて上か下に置く、はい、1、2、3、3枚引いて見て、はい、下に置きます。はい、ターンエンドです。いいんですか、はい、そのターンもらって。いい、よし。いやー4回当てないといけないんだろう、きついぜこれ。ドロー。3回受けれるかな、まだやばいじゃん非常に。いや、もうこのままして、ね、攻撃します。はい、コビーに手札何枚ですか。2枚。コビーにプラス2000、8000でクロコダイル。はい、シールドでいきます。はい、いいですか。はい、ドン2枚使って7000でクロコダイル。カウンター。はい、7000ですか。うん、7000。はい、じゃあキットに全部確かめる。どうせこれで終わりじゃ。1、2、3、4、5、6、6プラスして1万1000でクロコダイル。はい、1万1000、破格やんけ。クロコダイル。はい、あのシールドいきます。そしてターンエンドでございます。はい、終わった。はい、で全部アクティブに、ここ乗り切ったら俺が勝てるぞ俺。はい、で1枚ドローします。5ドンを使ってクロコダイル召喚します。おい、クロコダイルにクロコダイル重ねてきたぞ。どういうことじゃ。で、パシフィスタでキット攻撃受けれないもんな。で、カウンター効果のやつ、うん、プラス2000、そしてドン1枚回復。はい、プラス2000です、このターン終了まで7000。7000、はい、そしたら、パシフィスタに5ドン突っ込んで、はい、ヒットに攻撃。1万1000、アタック。これ使えんの、ブロッカー。ブロッカーは使えないよ。あれ、あ、この状態じゃないと、フィールドにいる状態じゃないとブロッカーです。はい、終わりました。はい、続く。はい、はい、それでは早速プレイしてみました。まあ、今回はねちょっとあの説明とか効果とか読みながらやったせいもあり、ちょっと大幅に長かったんですけど、まあ、なんとなくやり方は分かってきました。はい、全く分かんないです。今やってないですもんね。はい、まあ、次まだあと2デッキあるんで、麦わら一味と百獣海賊団。まあ、今回はこのスターターデッキしか発売されてませんが、7月の22かなに初めてパックが出るんですよね、第1弾。はい、その時にどれだけなんかいろいろカードが追加されるんで、追加されるか、はい、またそれでね、デッキっていうのは自分の、そう自分で組み直して作れるんで、そう、とりあえず赤犬、青生地、木猿欲しいですね。出そうだけどね。ありそう、戦国とか出そう、うん。まあ、カードゲームって難しいですよ、伝えるの。めっちゃエネルギー使った。他の YouTube とかにもカードゲーム専門のチャンネルとかもあるじゃないですか、うん、そことか見るとやっぱ伝え方うまいなって思いますね。いや、でもそれに見てる人もそういうの分かって見てる人じゃん。そうだよね、そこでかいっすよね、うん、そう、もともと分かってる。まあ今回のこのトラッシュとかもそうなんですけど、トラッシュ日本語にしたらゴミ箱でしたっけ。ゴミとかゴミ箱、ゴミ箱とかっすよね、うん、あ、トラッシュボックスがゴミ箱か、だからゴミ、ゴミ、うん、
だから普通のカードゲームとかって結構このトラッシュのところって墓地だったり、墓地だと英語だと攻めたり、攻めたり守ったり、違うね、あ違う、はい、ラジバンダリラジバンダリじゃない、ね、だからここもゲームその中の役割としては多分一緒なんで、うん、まあそこは墓地でもトラッシュでもまあ変わんないです。今日はね、ワンピースのカードゲーム、新しいカードゲームやってみました。やりました。まあ長い動画にお付き合いありがとうございました。ありがとうございました。そうさん、今日出番少なかったんで。まあ手短にね、ご挨拶を言うとしたら、本日も最後までご覧いただきありがとうございました。来週もじゃねえ、この次もぜひご覧ください。ような次回の動画も。次回の動画もぜひご覧ください。はい。それでは、せーの、チャオー。本日も最後までご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録お願いします。いいねやコメントもらえたら嬉しいです。その他各種情報に関しては下の説明欄に書いてあります。チェックしてみてください。それではせーのチャオー。